今日は北の方のちまきを作ります。旧暦5月5日に中国では伝統的にちまきを作る文化があります。中国は北の方と南の方でちまきの作り方や具材、味などが異なります。北の方が夏目の甘みをそのまま引き立てる味に対して、南の方は豚肉やアヒルの卵などの旨味を醤油味に生かします。今日はもち米と黒米に夏目を包んでちまきを作ります。もち米はボウルに入れてたっぷり水を注ぎます。せめて2時間ほど水に浸します。黒米も同じように2時間ほど水に浸します。黒米がない場合は同量のもち米で代用でもいいです。中国では新鮮な笹の葉で包みますが、住んでるところ近くになかなか売ってないので、業務スーパーで真空パック入りの笹の葉を買ってきました。普段は水で洗ったらすぐに使えます。匂いが気になる方は水にしっかり浸してから使ってください。できれば防腐剤フリーのものを選んでください。夏目の表面をよく洗います。農薬がついているかもしれないので、10分ぐらい水にさらします。2時間後、水に浸したもち米をざるにあげて、水気を切ります。黒米もざるにあげて水気を切ります。黒米をもち米に入れます。食用ジュースを加えて、全体をよくかき混ぜます。もち米が薄い黄色になるまで30分から1時間ぐらい置いておきます。ジュースを入れると短時間で煮ても色が良くなって、粘りも強くなって、もっと美味しい食感に仕上がります。あらかじめ麺紙を切って用意します。これはスーパーで手に入られます。すべて準備ができたら包みましょう。今回買った笹の葉は幅細いので、2枚か3枚の先端を重ねて並べます。裏面と裏面をくっつけて包みます。3分の1ほど手前を軸にして三角錐を作ることをイメージしてくるっと巻きます。米が漏れないように三角錐の先端を外側に少し出しておった方がいいです。片手に持ち替えて夏目1個を入れます。もち米を半分ほど詰めます。夏目をもう一つ乗せて、残りのもち米をしっかり押し付けるように詰めます。葉の残りの部分できつく包みます。ぴったり蓋をする感じで押さえつけます。余った皮をそれぞれ上に折り返します。サイドに沿うように向こう側に倒します。折り曲げた葉の付け根部分を面紙でしっかり縛ります。最後にはみ出した部分をハサミで切り落とします。これで完成です。説明が難しいので、もう一回動画を参考してください。ちまきの包み方はいろいろがあると思いますけど、この包み方が私の一番のお気に入りの包み方です。三角の形で可愛いですね。包み終わったら鍋に入れます。ちまきをかぶる程度の水を注ぎます。強火にかけます。煮るときに浮かないように
上にお皿などで重しをします。鍋の蓋もします。沸騰してきたら中火にかけて45分ぐらい煮ます。ちまきの具材や大きさによって煮る時間も違います。茹で上がったらそのまま自然に冷まします。すぐ食べてもいいですけど、一晩に置いて食べたらもっと美味しくなります。夏は暑いので水につけたまま冷蔵庫で一晩置いたら美味しく召し上がれます。次の日冷蔵庫から出して冷やして食べてもいいし、レンジで温めて食べても美味しいです。今回は2種類作りました。シンプルのもち米のちまきと、ナツメ入りのもち米と黒米のちまきです。もち米だけなのに笹の葉の香りを移しましたので、塩や蜂蜜などでかけたらとても美味しいです。一晩に置いたので味や粘りに大きな差が出ます。食感がすごくいいです。黒米を入れると豊かな香りがあって、ナツメとの相性もいいです。時間があったらぜひ作ってみてください。こちらは出島クッキングです。次回もお楽しみに。